三本塾チャス。皆さん、はじめまして、綾乃です。これから三本塾のメンバーとしてやっていくことになりました。私は今何をしているのかというと、倶知安町というところに住んでいます。北海道の倶知安町です。倶知安町は北海道で一番都会の都市の札幌から車で2時間くらいかかる都市です。ここではスキーリゾートがとても有名で、この倶知安町を含めた周りの地域をニセコと呼ぶので、もしかしたらニセコという名前で知っている人も多いかもしれません。この後ろにある山ですね、この山はスキー場の山で、晴れていたらすごく綺麗に見えるんですが、今日はちょっとあいにくの曇りであまり綺麗に見れないですね。そして私はこの倶知安町で何をしているのかというと、倶知安町の地域おこし協力隊として、この地域に日本語教室を開くことを目指して活動しています。倶知安町はスキーリゾートで有名なので、世界中からいろんな人が集まるんですね。その集まった外国人の人たちが日本語を勉強する、そういう場所が少ないというのがありました。なのでこの倶知安町で日本語教室を開いて、もっと日本語を勉強できるところを増やそうという活動をしています。あとは地元の方と外国から来た方の交流を図るような、そんな活動もしています。あと私の趣味は、外で遊ぶことが好きですね。冬はスノーボードをしたり、あとは夏はキャンプをしたりすることが好きです。アウトドアが好きですね。あとこの三本塾では皆さんに分かりやすくて面白いビデオをたくさん作ろうと思っているので、皆さんこれからよろしくお願いします。はい、こんな感じで私の自己紹介は終わりにしたいと思います。皆さん、これからよろしくお願いします。はい。では、次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。北海道に来てねー。